Sì, c'è la mela, solo la mela caramellata. No, è grande.今日はね、まあ12月22かな、なんですけど、まあね、もう年末ということで、ちょっとね、お部屋を掃除していきたいと思います。特にね、この辺りをね、きれいにしていきたいと思います。まあね、まあ、他にもやることはいっぱいあるんでね、アンボックスも撮りたいなと思っております。We've no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. ちなみにですね、だいぶ撮る前に片付けてはいるんですが、まだね、多少汚れてるので、ここね、きれいにしていきたいと思います。友人にあげるブラザーのミシンがちょうど届きました。はい、ちなみにですね、私が購入したのはソニーの、X800D というテレビになります。ですね、こちら49インチと43インチがあって、私が買ったのは43インチになります。ですね、価格はね、50ドルぐらいしか変わらない、49と43は。ただ、まあ、至近距離でね、ちょっとモニターとして使うので、49だとかなり目がやられるかなと思って43にしました。ですね、まあ、こちら、今話題の HDR、ハイダイナミックレンジだったかな？のね、まあ、コントラストがいいテレビになります。なのでね、微妙にお高い。649ドルでした。ですね、日本だとこれどうだろう？ブラビアの多分、X1 チップが搭載されてないモデルと同じなんで、日本だとね、十何万するのかな、わかんないけど、こっちだと、まあ、こっちテレビ安いですからね。うん。で、まあ、端子としては、こんな感じですね。まあ、HDMI、USB が2本の HDMI 1234ですね。で、LAN ケーブルがありの、イヤホンジャックがありのですね。今時イヤホンジャックはちょっと珍しいかな。うん、で、まあ、ソニーのね、いい点は、こうやってね、ケーブルをまとめる場所があったり、他のシリーズでいったら、この中に全部隠せたりとかね、そういうところがソニーはね、ちゃんと考えてるなって思いました。